PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは487本目、ダンジョンエクスプローラー2をお送りします。PC エンジン初期の名作アクション、シューティングアクション RPG が帰ってきました、スーパー CD で。はい、前作の、お話の続きと、なっておりますけれども、こちらから始めても問題ありません。ダンジョンエクスプローラー2。はい、今回ももちろん5人同時対戦、同時プレイ可能、対戦モードもあったかな、対戦、闘技場も今回あります。はい、 PC エンジンが好きな一人が来場しました。今回はね、職業も増え、いろいろね、サブクエストも、ね、増えてますので、はい、ボリュームも増えてます。ノコンキズさん、アランプロソさん、黒金さん、サンチさん、ゴールデンバーグさん、ハチコミさん、スーザーさん、いらっしゃい、ラッコスさん、こんばんは、クラソウジさん、いらっしゃい、黒金さん、ありがとうございます。はい、シャトルさん、いらっしゃい。93年3月26日発売、ハドソンスーパー CD ロムロム6800円、アクション RPG5 人同時プレイ可能マルチタップ対応でございます。バックアップは632バイトで4箇所分ね、まとめて、容量取られますんで、はい、1箇所のみにはね、減らすことはできませんので、まとめて4箇所分ですね、632バイト。パスワードでね、パスワードを取って他の、PC エンジンでプレイすることもできますよ。パスワードも対応です。ダルダツモさん、いらっしゃい。カズサトシキさん、シャトルさん、クラソウジさん、ありがとうございます。はい、それではいきましょう。ダンジョンエクスプローラー2。こんばんは、ワクオツです。早いけんさん、いらっしゃい。広告貢献にタケノコチャンネルさんが700本目に広告しました。つえ、ほったらかしにするとなんか紹介とかなかったっけ、なかったっけ、あれはワンの方だっけ、いや、あったか。聖あるものは皆何かを求めてやまない、やまない。おじさんさんが2000本目に広告しました。はい、今回はね、スーパー CD ということでビジュアルシーン好きでございます。バーソーさん、いらっしゃい。和国エクスプローラー20個目さん、いらっしゃい。おいしい、闇の帯同を感じる。ネコスさんが500プトニコニコ、何が地上に起ころうとしている。私は待ちましょう。闇を打ち払い、地上に光を取り戻す勇者が現れるのよ。第21位にランクインしました。まぶしい。はい、バード、まあ、名前ついてますね、もうね、あれですね、まあ、前作名前つけましたけど、アルダンハンター、よくない、時間があったら。森さんが一番の、伊賀さんが一番チーフセピア、プリースト、ソーン、これだけ違うんだけど。今起きたのかと思った。ドワーフ、どうぞ。今回はね、さらにね、イベントとかも増えてますからね。もうフリーソー、前作フリーソーということですね。エルフィーナ、フィーナちゃん。ノープリーズ。ザード、なんていうかね、エフレイブ。
ファイター RX。 アイラの玉を手にし者こそ民を治め、地を支配し、悪しき者を滅ぼす。たった一つの翻翼をめぐり、今再び光と闇の戦いが始まる。はい、再びね。おっ、PC エンジン、ラッキーの人に対応しました。今回はパッケージにもなってるね、この裸バントさんが大活躍です。大活躍というか、楓さんいらっしゃい。パッケージでは一応服着てるんですけどね、ゲーム中は裸ですね。オープニングではこの8人ですけど、もちろんね、今回もいろいろなね、前作もちょっと隠しキャラいましたけど、今回も、出てきます。じゃあちょっと9バージョン面白いんで、まあ、じゃあ9バージョンいきましょうかね。9のシステムカードで立ち上げるとちょっとね、面白いのが見ることができますので。シャツを着るの忘れたんですか？隠しキャラいる。シャツを着るの忘れたのかもしれない。はい、ね、ノーマルで立ち上げるとこんなね。あら、かわいい。わら。我が名はフォルゴン。プレイヤーに一言ご忠告申し上げたく参上いたしました。ちなみにこれは寝癖ではありません。これ、ね、セットしてます。あなたはこのゲームを旧システムカードで遊ぼうとしているようだが、これはスーパー CD ロムロム専用のゲーム。これではどうにも具合が悪い。ガーン！魔王様がね、ショック受けてる。どうでしょう。お互いのためです。一度電源を切ってスーパーシステムカードで起動し直してもらえませんか。悪いようにはいたしません。ではまた後ほど、ね、魔王様が。はい、で魔王様がね、はい、見てくださいね、下魔王様わざわざもうトコ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 なんとかカメラにね、買い物に出る魔王様。なんとかカメラの常連なんですかね。はい、なんとかカメラに入っていった魔王、すいません、なんとかカメラ、申し訳ございません、品切れです。あー、品切れだった。念押しするということ、あー、どうほほほほ、完璧にしてる証拠だね、寝癖。ちゃんと買いに行くの好き、笑。というね、オチが待ってます。はい、というわけで皆さんもね、もう品切れにならないうちに買おうという、まあ今ならディオがね、ディオシリーズ買えばシステムカード買わなくて済みますけど、はい、旧システムを使ってる人はね、はい、駅の前なのか大きい名前のカメラなのか。はい、行きましょう。すいません、もう寝癖気にしてるのか。はい、スクドームはこの旧システムネタがいろいろあって好き。はい、今度もね、5人同時プレイでいきますよ。はい、アレックス、セピア、エブレイブ、そうね、ラリオット、アルカ、ルーピーナね、と選びます。初期キャラクター、今回ね、クラスチェンジとかもありますんでね、イベントでサブイベントとかもね、増えてますんで、はい、猫じゃらしさん、今週もよろしくお願いします。前作のね、前作のラストでございます。このパーティーは3人プレイだったんで、3人です。うらーうらーうらー、うわっ、待て待て、えっ、ちょっと、あ、まあ、BGM もね、もう前作のアレンジ曲もあったりしてね、ほんといいですよ。勇者の働きにより魔王ブレードは滅び、伝説のアイラの玉の力は正しき者の手の中で目覚めた。聖なる光がコーネリア全土を包み、その力は魔物たちを払い去ると再び眠りについたのだった。よかった、人々に笑顔が戻り、その笑い声は歓喜あふれる街にこだました。わかりました。あれから何年経ちました。54年の歳月が流れていた。はい、もうね、前座からもうね、50年以上流れちゃった。おっと、なんといきなりブギャー、あーうへへ、うまそうだな、いただきます。55個目されちゃい、助けてくれー、
ニコに広告しました。ドルジさんありがとうございます。いきなり平和だったコーネリアに悲劇が。なぜこんなことが起きたんだ。さらなる悲劇の第一幕は再びここコーネリアを舞台に選んだワンダ先生。いや前作の主人公はもうね引退してると思いますよ。冒険者たちはまた新たな冒険者。おのれラックス軍。おのれ。だ。前作アトラスね、カエルでしたから、ね、今回アトラスさんじゃないのかな、カエルは。しかしまあ前作のね、アレンジ BGM とか入ってますんで、はい、我が名はホルゴーン、魔王の使いとして。やっぱりマルシーアトラスがないんでね。陛下には速やかにアイラの玉をお渡し願いたい。くっ、愚かな。聖なる玉の輝きにかけて貴様の言うことなぞ聞き入れられぬな。うん、お聞き届けいただけない、うん、ならば仕方ありません。魔王の意志に背く者を生かしておくわけにはいかない。何、心配はいりません。じきあの世も賑やかになる。寂しい思いをすることもないでしょう。我ここで死する。神よ、なあ、アガトダイモンさえあれば。違う、アガトダイモンあってもこの王様勝てなかったね。はい、ねえ、タバアイランド奪われてしまった、なんていうことだ。なんということでしょう。なんてこったい。なんてことだ。さあそれから、それからどうなったんだ。おさ、コーネリアが落ち、地方アイラの玉が奪われた頃、時を同じくしてその遥かに信仰の国。何になると国王の寵愛する一人娘ミリアムが隣国アワディへの、遊学の旅の途上を誘拐されてしまった。連れ去られるという大事が起こっていたのである。ミノタウロスに、早く出る。はい、ここからになります。よく来てくれた大地君ですか。知っての通り、大地君じゃない、わしの娘が魔人ミノタウロスに連れ去られてしまったのだ。はい、まずはこのミノタウロス大地ですね。勇者よ、王としてではなく一人の娘を愛する父親としてのこれは願いだ。ミノタウロスを倒し娘ミリアムを助け出してもらいたい、うん、私は幅が広い。こと成し遂げた暁には望みの褒美を取らそう。姫をください。くれぐれもよろしく頼むぞ。ははもうガバガバです。はい、ランボダンで、右側のね、ウィンドウに表示されるのが切り替えられます。パスワードもね、いつでも表示できますんで、はい、で強くな前作とね、操作変わってませんね。セレクトでブラック魔法とホワイト魔法のチェンジですね。はい、マクエゴ強かった。王女様はナーベの村の北西にある闇のラビリンスに連れて行かれましたと。ですぐね、気づくのは前作はね、と比べるとちょっとね、キャラパターンが増えてるのがなんかわかんないですけど、ちょっともっさりしてるね、ちょっとね。前作はキビキビしてたんですけど、若干こう、操作感はちょっと違いますね。お気をつけて、お気をつけて。はい、操作感違うんです、操作感ちょっと違う。東にある孤独の森には美しい魔女が住んでいると言われます。今回であとサブクエストが増えてるんでね、はい、いろいろ寄り道するといいかもしれないですね。王立としまで寝てみるかな。今回あと
全回復のね、この宿屋があります。はい、PC エンジンが好きな一人が来場しました。ここはね、宿屋もあと、いつでもね、キャラチェンジができます。どっかで、ここ酒場だったから、酒場じゃないけど、キャラチェンジがね、できるところがありますんで、はい。で、レベルはね、引き続きにできますんで、キャラ変えても、レベルは変わりませんので、宝石をね、引き継いでやるタイプに なっているので、ね、大丈夫でございます。図書館。いや、図書館は、なんかね、役立つことが書いてある。ね、隠しジョブとかね、隠しキャラ見つけても、いつでもチェンジできますね。はい、酒場でキャラチェンジする人は厄介ですよね。で、その特定のキャラじゃないと、始まらないイベントとかあるんでね。だからいろんなキャラにチェンジする楽しみもありますんで、はい、同じ、他のキャラだとできないけど、別のね、僧侶だと、このイベントできるとか、盗賊専用のイベントとかね、戦士専用のイベントとかありますんで、はい、南に住む悪魔の腹渡、東に住む子供の森、どっち選ぶか分かってたが、死にたくないのならまずは悪魔の腹渡を目指すといい。分かりました。あとブラックジャックで真ん中にあるのが残機数ですね。一人プレイの時は残機数になってますんで、で、今回ブラックジャック、サブゲームのブラックジャックでね、命を増やすことができます。まあ、負けると命失っちゃいますけども、まあセーブしとけばね、大丈夫でしょう。死にたくない方が嫌な名前の地名なんだが、よし、いやーな名前システムはね、前作と同様、このね、シェルターから出てくる敵を潰していくと。はい、腹を取りたい。でんでんでん、この BGM もね、前作の BGM ですね。おらおら、うん、でんでんでん、でんでんでん、でん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 、デンデンデン、これだな。デン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 、はい、ホワイトポーションとか歌う。キャラによってね、魔法の効果は違いますんで、はい、戦士の場合なんで攻撃力アップと防御力アップですね。白が防御力アップで、黒が攻撃力アップ。ばっかりで、これはスピードアップですね。このパラメータステータスが上がりますんで。高さよ、懐かしい。これ日曜日やってましたね、これね。いやあ、どうだい調子は。と言ってもまだ戦いは始まったばかりだったな。いや、失礼。ところでこの岩山のボスはフェンリルってやつだ。くれぐれもやつの偽物には気をつけろよ。謎の男がアドバイスする。タカさんがです。でんぐん、はい、でもゆっくりのせいか、斜めには止まりやすくなってますね、前作よりね。お、攻撃力アップが、攻撃知力アップが、おっと
誰だお前は。八つ咲きにしてやる。速度速いか行きすぎてだなんてことあるある。おっと、片方が偽物ですね。青が本物だな。青が本物だな。わお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 。ミニは収録なしですか。ミニはね、ワンも入ってますけどね。ワンの海外版と日本も入ってるけど、ツーはないんで、海外版入れないで、ツーを入れるはいいのに、ね、全く。はい、カズキューさんやめて。偽物だったね。ワン、ツーセットでよかったのに。ワンの海外版も入れるの。よいしょ。はい、前作同様ね、このパラ宝石の色でパラメータを、ね、アップできます。AG がスバースピード、AT がアタック、で、紫色が、体力。で、IN、緑色が、知力ですね。まあ、魔法使いじゃないんで、ここはね、体力か攻撃力を。スピードもいいですね。攻撃力だな。ね、まあ、まあ、今日紹介はないんで、どれでもいいんですけど、ぶっちゃけ。取ったあの道端に置いてあるアイテムでね、上がったパラメーターはパスワード入れるとね、もうリセットされてましたけども、まあ電源あのやられたらリセットとか電源切ったらリセットでしたけども、今回はセーブがねあるんでね、セーブされますんで、はい、パスワードで復活すると多分なくなっちゃうと思うんですけど、今回はあのアイテムで上げたパラメーターもね残りますんで、はい、アイテムをね、取る意味もありますんで、83個目ないで。で、まあ、今からさっきの東の森は確かサブイベントなんで、確かまだ敵が強かったんで、ね、ちょっと敵が強かったらまだね、普通に早くから自信がある人はね右手サブイベントこなしてもいいんですけども、今回あと複数もね、複数町がありますんで、前作は一つだけでしたけど、今回、複数町があったね、
街の数も増えて、エリアもねすごい広くなってますんで、マップもね、あ、ここブラックジャックかな、ね、ほらね、オークスさん、もっとも人は私のことを死神なんて呼んでますけどね。これでワンナップできます。はい、下手ね。ただブラックジャックが失敗したら命ね失っちゃいます。17、負けた。はいね、熱くなると結局で、ね、増やそうとして、全部失っちゃうっていうのが、ね、ありますんで、もちろんセーブしてから挑んだ方がいいですね。減ったら減ったらロードの方がいいでございます。はい、まあ、やられて残機を失った時は痩せます。ルーガヤ産業単品負け連れ1211円、原作は1011円から、ぜひお買い求めください。 Amazon 価格2500円から、新品6500円から販売中です。発売元がナムコの間違いです。ナムコにはでも Amazon はめちゃめちゃですからね、お安いですね。でも前作とセットでね揃えてもいいと思います。まあ前作はねミニに入ってますから、結構の方がねお持ちでしょうけども。さあ2はどうでしょうか。2も一応、プレステの方ですかね、配信、バーチャルコンソールとか配信されてたっけ、プレステのアーカイブの方でね配信されてましたけど、どうでしょう。こんばんは。はい、ゴールドさんいらっしゃい。所持率アンケートでございます。前回はね、あ、前回も結構ワンほどじゃないですけど、所持率は高くて 29.3% のね、3割の、大体約3割、所持率ありました。さあ、今回どうでしょう。テレ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 25.8、 ちょっと減ってる、ちょっと減ってるけど、まあまあまあ変わらないかな。はい、増えてはいませんでした。あらら、誤差ですね。誤差誤差。はい、ということでね、前作からさらにパワーアップしてますんで、皆さんもぜひともねゲットしてみてはいかがでしょうか。今日はダンジョンエクスプローラー2をお送りしました。明日のマラソン枠も2ですね。明日も続編タイトルで来なかっただけだと、それが母数が増えたと思いましょう。はい、明日も2ですね。明日はね、あの天使がやってきます。お楽しみに。はい、あの続編でございます。はい、オツでした。オツでした。オツでした。チュー。オツでした。オツでした。今度はどんなにと天使がやってくるのかな。はい、オツとい、オツでした。マトックエンジェルが、はい、はい、天使だって、天使がやってきます。はい、おでした。おでした。鶴橋を持った天使、鶴橋を持った天使が。